おはようございます。おはようございます。アイモークさん、おはようございます。今日は、曇りですが、やや曇りですが、まあ涼しいです。太陽さん、ハレリア。ルルさん、マリちゃん、おはようございます。今日の、夜明けは夜明けの朝焼けはとても綺麗でしたね。オレンジと言ったらいいでしょうかね。朝焼けは綺麗でした。大石さん、ガッデムさん、カズさん、リーボンさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。今日のですね、タイトルはですね、皆様ご存知のように、関電、関電というのは関西電力ですね。関電のスキャンダル、皆さんニュースで見てると思いますが、知らない方のためにちょっと簡単に説明すると、福島の原発の事故の後ですね、原発についていろいろこの論議されましたけど、福島の、原発は東電といって東京電力なんですね。元彼さん、おはようございます。しかし、関電というのは関西電力ということで、関東の方の電力会社です。そして、関電がですね、その一時、原発をストップしたけれども、もう一度、基準を作って、その基準をクリアしたらもう一度再稼働ということで、関西電力が原発の再稼働を始めました。その中でですね、福井県のなんとか町、ちょっと名前忘れましたけど、その原発を作る町のですね、人から、金品を受け取った賄賂ですね、賄賂があったということですね。はい、何か聞きたいことがあれば、ちょっと待ってくださいね。聞きたいことが、M さん、おはようございます。ヒットさん、おはようございます。それで、結局どういうことかというとですね、原発の事故で、原子力発電のですね、事業が疑問視されたわけですね。しかしその中で関西電力がもう一度原子力事業を再出発したわけですけど、しかしそこに、賄賂、汚職ですよね、汚職、原子力マネーっていうんでしょうかね、原子力マネーが発覚したということです。要するに原子力マネーというのは汚職ですからね、もうその時点で原子力事業というのはこれは怪しいということになります。アイポンさん、おはようございます。つまりどういうことかというと、原子力事業が困難になる、挫折するというふうになってきたということですね。で、私は放送で以前からですね、原発反対と言ってきました。そういう意味ではですね、その原発がですね、なくなる可能性が出てくる、ね、もう原発なんか、ね、原発を開発してる電力会社が汚職なんかやってるんだったら怪しくて、ね、危なくて、そんな会社に、原発事業を任せられない、
そんな汚職するような会社にですね、そんな非常に危険な原発事業なんて任せられないというふうになってきたんです。つまり原発事業はもう頓挫するみたいな、そうなる可能性があります。ハンナちゃんおはようございます。無音マトラスさんおはようございます。まあライオンさんおはようございます。私は原発反対ですから、まあ、原発事業が、まあ、頓挫してほしいとは思いますけど、まあ、私はこれはですね、個人的な意見ですから、直接、聖書とは直接は関係がありませんから、それは単なる意見ですね。原発反対の意見ですから、それは直接聖書からどうのこうのということではありません。ただその原発マネーがあるだろうということは、まあ、以前から言われてましたけど、まあそれが、隠されている汚職が発覚したわけです。マタイの何章でしょうかね、マタイの10章ぐらいだったかな、隠されたもので表されないものはない、覆われたもので表されないものはないとイエス様がおっしゃいました。つまり人間の罪というのはですね、みんな隠すわけです。さつきさんおはようございます。林さんおはようございます。罪というのはみんな隠すわけですね。内緒で何か悪いことをするわけですね。内緒で悪いことをします。で、それはですね、人には隠せるけど、まあ神様は見ています。私たちの言動すべて見ています。ですから私たちは、悪いこと、人に分かんないように悪いことをします。しかしそれは、天使たちに見られて、もう悪い悪事は全部記録されているということですね。そしてそれだけではなくて、その隠されたことが、結局は暴露される、表される、ね、人間の罪というのはこの発覚するということですね。ですから罪を罪のまま、もちろんですね、長い間隠されるということはあるかもしれません。しかし、ずっと隠されることはないということですね。必ず表される。そういう意味で、その、関連のですね、関連の、まあ、汚職が暴露されたということです。そして、日本はですね、そういう、まあ、まだ独裁政治ではないので、今までこの政治的の中でいろんな汚職が暴露されてきました。政治家の汚職、企業の汚職、いろいろ暴露されてきた。そういう意味ではですね、まだ、まあ、自浄作用って言ったらいいでしょうかね、日本の社会がまだ自浄作用があるのではないかと思います。そしてこれからもですね、これからもまだまだいろんな悪事が暴露されてくると思います。この終わりの時代、そういうですね、本当にこの闇が消えていくというか、光によって闇が消えていく、そういう時代でもあると思います。そういう意味では兄弟姉妹の皆さん、私たちは、私たちの祈りが、私たちの信仰が、光となって、霊的な光となって世の中を明るくするとも言えるわけです。ですからイエス様が、あなた方が世の光だ、ということはですね、私たちの信仰、私たちの祈りが、ね、社会を明るくして悪事が暴露していく、ということになると思います。まあ、私たちは直接関連のですね、関連の汚職を暴露したわけではありません。直接ではないかもしれません。しかし間接的に、私たちの祈りが、私たちの伝道が、社会を明るくし、結果的には、悪事が早く
早くですね暴露されていくのではないでしょうか。そういう意味で皆さん、私たちはますます積極的に祈り、積極的に信じ、積極的に伝道する必要があるということです。皆さんの信仰、皆さんの祈りが日本を良くする、日本を変える、日本の悪を退ける、これは事実ですね。ですから皆さん、希望を持ってください、ね、そして、喜んでください。喜んで、もうすでに手において、手において全てが見えているわけです。全ての社会、全ての国、全ての個人、手においてはもうすでにその見えているわけですね。悪事がもうすでに見えています。しかしそれはいつ暴露されるか、その、罪が いつ暴露されるか、それは天のスケジュールがあると思いますが、その私たちが祈れば祈るほど、門下さん祈り続けます、アメン。私たちが祈れば祈るほど、祈れば祈るほど、その暴露が早まるのではないかなと思います。ぜひ、一緒にね、私たちのこの放送も、神様の働きに、加担していると思います。ですからぜひ私たちは世の光地の塩、世の光地の塩として、働いている効力があるということをぜひ皆さん信じてください。そして積極的にもっと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 私たちは、日本のために、世界のために祈っていく必要があります。昨日は中国の話をしました。中国はまだ独裁国家で、共産党一党独裁ですから、もっともっと祈る必要があります。北朝鮮のためにも祈る必要があります。私たちはある意味では、忙しいですよ。なぜかというと世界のことがニュースでわかるわけですから、自分の周りのことだけではなく世界のために祈ることができます。そういう意味では皆さん祈りがいがあります。世界のニュースが入る、そして世界のために祈れる、これは忙しいということになるでしょう。マミムエモさん、こんばんは、おはようございます。それからこれなんて読むんでしょうか、ちょっと読めません。箱学さん、おはようございます。それからもう一つ言いたいことはですね、最後の審判、時々言いますけど、最後の審判の時、その人の生涯の言動を、申し開き しなければなりません。つまり私たちの人生を全部暴露されます。最後の審判の時に、全部暴露されます。その時私たちがですね、信仰的なことが、暴露されれば、それが評価されるわけですね。 あなたはこういう良いことをしましたね、こういう祈りをしましたね、こういう天に宝を蓄えましたねと、そういうですね、まあ、良い行いを暴露されたらば、それは私たちにとっては、まあ、光栄です。しかしいろんな、罪を犯してですね、罪を犯してその罪が暴露されたら恥ずかしいですね。ですから私たちはイエス様を信じて、悔い改めてイエス様を信じるっていうのは、その全ての罪を、全ての罪を帳消しにしてもらう、許してもらう、十字架によって罪が許されるならば、十字架によって許された罪は、まあそれは暴露
されません。なぜ暴露されないかというと、もうそれは処理済みだからですね。イエス様を信じて、悔い改めてイエス様を信じるというのは、その過去の罪はですね、一応処理済みになります。しかしイエス様を信じない人は、すべての罪がまだ未処理です。未処理です。その未処理の罪を最後の審判の時に暴露されます。ですから私たちは絶えず自分の罪を悔い改めて処理をしておかなきゃいけません。もし処理しない罪があれば、つまり悔い改めない罪があれば、最後の審判の時に、あなた、ね、これはまだ悔い改めてませんでしたね、ということになりますから。ですから私たちは全てのことが暴露されます。全てのことが暴露されます。暴露される前に、暴露される前に悔い改めて、悔い改めて、それを許してもらう必要があるということですね。ジャックさん、長い間不妊で悩んでましたが、この配信を乱して1ヶ月で妊娠しました。あ、よかったですね。アメン。ジャックさん、よかったですね。油注ぎによって妊娠することがあります。祈られて妊娠することがあります。ジャックさん、よかったですね。アメン。実は私の娘もですね、3人ともちょっとはっきりしませんが、3人とも祈ったら、まあ、妊娠したという、そういうことがありました。祈りによって妊娠する、ね、本当なんです。本当です。私もですね、祈って9人の子供が与えられました。イエス様、もう一人って祈ってですね、9人、与えられました。10人目はダメでしたね。イエス様、10人目って祈りましたけど、10人目は与えられませんでした。ジャックさん、おめでとうございますね。妊娠おめでとうございます。最後の審判の時に、私たちは処理されてない罪は暴露されます。ですから私たちはいつも悔い改めて、ね、処理されてない罪がないように、もう私たちはもう知らない罪でさえも許される必要があります。ポンさん、祈らなくてもできると思うんですけど、もちろんできない場合ですよね、できない場合に祈るということですね。はい、それでは明石タイムいきましょう。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、すべてのことが暴露されるということが分かった。もう隠しと、罪は隠し通せない、悪は隠し通せないということが分かった。だから、暴露される前に、暴露される前に悔い改めてイエス様に許してもらいたい、許してもらうようになった証、自分の罪は許された、自分の罪は許されたと、そのように、罪が許された証、過去のいろんな罪が許された証、スタート。イエス様を信じて、罪を悔い改めることができた証、罪を悔い改めて、暴露されなくなったということを思った証、スタート。キューちゃんの配信歴何年ですか？ヤフチャから入れると13年ですね。13年。わお。ポンさん、イエス様はですね、もう近いうちに再臨されます。生き返るのはもう2000年前に生き返りましたけど、再臨はもうすぐです。今月のハロウィンはしません。そうです、10月31日のハロウィン、お祝いしないでください。ハロウィンをお祝いすると呪われます。
悪霊が入ります、ね、ぜひハロウィンは悪魔のお祭りです。悪魔のお祭りですからお祝いしないようにしましょう。多くの人が知らないでお祝いして呪われます、呪われます、ね、ぜひ皆さん気をつけてください。ハロウィンは、悪魔のお祭りです。ジャックさん、今年もイースターの復活の日が近いです。ジャックさん、イースターはだいたい3月か4月ですね。3月か4月です。大嬢祭、新嘗祭もよくありますよね。大嬢祭、新嘗祭もそれは神道のお祭りです。それは偶像崇拝ですね。偶像崇拝、日本の国はそういう神道の偶像崇拝の上に成り立っている日本です。日本はそこから、変えなければなりません。神道を土台にしてはいけないのです。ルーさん、ハロウィンのデザインのドーナツを食べてしまいました。大丈夫でしょうか。食い改めてです。もうそういうことしないようにしましょうね。モンカさん、この世では隠し通せてもイエス様の前では悪事は全て暴露されると分かってきました。毎日毎日悔い改め、イエス様から許していただく必要があると思いました。自分の知らない罪も許していただきたいです。そしてモンカさん、許されたと信じましょうね。許されたと信じましょう。そして、そうですね、許されたことによって私たちは、明るくなります。気持ちが楽になります。この放送を見始めてニートは素晴らしいことに気づきました。アメン、アメン。ジゼルさん、愛とはですね、神の愛、神の愛、十字架は神の愛だということですね。十字架は神の愛です。私たちはですね、いつも祈る、絶えず祈るということはいつも神の前に出るということです。いつも神の前に出るならば私たちは、神様に隠し事はできません。神から離れているということ、祈らないということ、信じないということ、それが結局は神様に隠すということではないでしょうか。アダムとエヴァも罪を犯した後、神様から自分たちを隠しました。神から離れるということは自分を隠すということであり、結局は罪を隠すということになるのではないでしょうか。絶えず祈り、いつもイエス様の前に出て、いつもイエス様の前に出て光の中にいるならば、全てがもうすでに暴露されます。神の御前に出るということはもうすでにそこに、私たちは自分を暴露していることになります。自分を暴露するならば、神様に暴露されることはないということですね。ユウさん、私も今までの自分の記憶にある罪を毎日毎日思い出しては許されたいと祈っています。自分で気づいていない罪があったらそれを許されたいです。アメン。ジャックさん、まだ自分の犯した罪があったかどうかは気づけてません。
そんな自分を悔い改めます。アメン、アメン。ルーさん、私の過去も罪だらけ、悔い改めます。アメン、アメン。その罪を知って、悔い改めて、その罪を犯さないようにするならば、神様は喜ばれます。私たちは、罪から離れる必要があるんです。多くの人は神から離れ、罪に近づいています。しかし信仰というのは反対ですね。信仰というのは罪から離れイエス様に近づくことですね。罪から離れイエス様に近づくこと、それが信仰です。罪があるならば、その罪というのはまさに神様から隠す、神様から自分を隠し、全てを隠す、まあ、これがですね、罪と言えるでしょう。ですから悔い改めるというのは、その、罪をイエス様に申し開きをする、申し開きをする、その悔い改める、罪を認める、それが光の中に出すということですね。私たちは自分の罪を光にさらけ出す、それが、清くなる、許されるということではないでしょうか。悔い改めただけで、ね、悔い改めただけで私たちは清くされます。そして私たちは、悪いことをしている人たちに対して、なんて言うんでしょうかね、敵意を持たなくていいのです。悪いことをしている人たちが、私たちが復讐したり裁いたりしてはいけないのです。それは、それぞれの罪は、それぞれの罪は神様が正しく裁きますから、私たちは神様に、任せるというか、多くの人は悪いことされたら復讐しようとします、仕返しをしようとします。それは禁じられていますね。仕返しはしてはいけません。正しく裁く神様にお任せする必要があります。それどころか、その悪いことをした人に対して、神様、彼らをお許しください、彼らは何も知らないのですと、取りなしをすることが大事です。私たちクリスチャンは神の子ですから、敵意悪意を持たないで、悪いことした人に対して許すという、敵を許すという、そういうあり方、考え方、生き方が神様の御心です。私たちは神様の御心を行いましょう。はい、ゆうさん仕事行ってらっしゃい。ジャックさん、罪を犯した人が罪の意識がなく繰り返す場合はどうすればよいでしょうか。許すということと祈ってあげるということですね。許すということと祈ってあげることが大事です。
ジデロンさん、やはりハロウィンに参加すると呪われるんですか。偶像崇拝は呪われます。偶像崇拝、その聖書によると一番の罪は偶像崇拝ですね。一番の人間の罪は偶像崇拝です。偶像崇拝っていうのは、イエス様じゃないもの、イエス様じゃないものを、崇拝することです。でハロウィンはそれは当然イエス様じゃありませんね。イエス様をお祝いするお祭りではありません。まあ、結果的には悪魔をお祝いしているということですね。悪魔をお祝いしている。みかんさん、いってらっしゃい。ダラクさん、おはようございます。おはようございます。ジャックさん、偶像崇拝が一番悪いんだ。そうです。おばあちゃん偶像崇拝してるけど大丈夫かな。じゃあおばあちゃんのが救われるように祈ってあげてください。おばあちゃんが偶像崇拝をやめてイエス様を信じるように祈ることが大事です。ダラクさん、LOL というゲームで神を信仰していたのですが偽物でした。偶像崇拝をしていた自分を恥じます。アメン、アメン。偶像崇拝を今日からやめます。アメン。偶像崇拝を今日からやめます。いろんなものが偶像になりますね。いろんなものが偶像になります。まあ、自分が偶像になったりお金が偶像になる、それ一番多いですね。自分を偶像にする、お金を偶像にする、仕事を偶像にする、まあ、アイドルや、好きな、俳優タレントを偶像にする、もちろん仏教神道、いろんな宗教も偶像ですね。そしてそうですね、まあ、いろんなものが偶像ですね。自分の家族が偶像になることもあるし、自分の趣味が偶像になることもあるし、偶像というのは、その価値以上に価値を見ることですね。その価値を偶像化する。恋愛もそうですね。恋愛も、恋愛の対象の人を偶像化して理想化して妄想になる。ですから皆さん、偶像崇拝に気をつけましょう。私も気をつけます。私もイエス様だけに栄光を返し、イエス様以外のものに栄光を返しません。ですからイエス様ではないお祭り、イエス様を祭らない祭りには私は参加したくないのです。イエス様をお祝いしないお祝いには出たくないのです。イエス様だけに栄光を返したいのです。この世の栄光、この世のお祭り、お祝いは出たくないのです。イエス様だけに栄光を返したいのですね。イエス様だけに栄光を返したいです。仏式の葬儀にも出ませんね。仏式の葬儀、また神前結婚にも出ません。それは偶像崇拝だからですね。ジャックさん、海外旅行へ行った際、観光スポットにその国の神様の銅像があったんですが、スルーしておきました。あ、よかったですね。そうです。意外とですね、海外旅行に行くと、
まあ騙されてね、騙されて偶像崇拝させられるということがあります。多くの外国人が日本の京都や奈良に行って、偶像崇拝させられていますが、あれは良くないですね、良くないですね。ジデロンさん、やはり親の葬式にも出ると呪われるのでしょうか。仏式だったらそうですね、仏式だったら偶像崇拝になります。ヒットさん、浮気をしても神様にお見通しですか。もちろん、もちろん悪いことは全部お見通しですね。悪いことは全部お見通しです。そして蒔いた種は刈り取らなければなりません。ですから私たちは、神を恐れ、神を恐れ、罪から離れる必要があります。皆さん、すべてのことが暴露されます。すべてのことが暴露されます。イエス様が再臨したときに、イエス様が再臨したときにすべてのことが暴露されます。ですから私たちは、良いことに励み、人に見せるためではなく、神様のために、神様のために良い働きをしましょう。イエス様の再臨の時にそれが暴露されて、良い行いを評価される時が来ます。ですから人に評価されなくても、人に評価されなくてもイエス様に評価されるために、皆さん良い行いに励みましょう。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、すべてのことは暴露されるんだ、心の中にあった罪も、また人に知られない罪もいずれ暴露されるんだ、だとすれば悪いことをするのではなく良いことをしよう。良いことをして、暴露された時に、栄誉を受けよう。シャンさん、おはようございます。良い行いに励んで、良い行いに励んで、イエス様の再臨の時に暴露されて栄誉を受けたい、そのような生き方をしたい。罪を悔い改めて、全部許してもらって、罪が暴露されないように、過去の罪が暴露されないようにしたい、そのような生き方をしたいと思う方、アメン。イエス様を信じて、最後の審判の時に罪が暴露されたくない人、アメン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 。アメン。太郎さん、イエス様の教えに従い、今日も生きていきたいと思います。アメン。ダラクさん、キューちゃんメガネしてませんが、視力はいくつですか。ですね、視力悪いと思いますね。天の父様、感謝します。私たちは知らず知らず罪を犯してしまうことがあります。どうぞイエス様、私たちの罪を示してください、教えてください。私たちはあなたに対して罪を犯したくありません。人々に対して罪を犯したくありません。むしろかえって愛を持って、神の愛を持って人々を愛したいのです。どうぞ私たちの心を清めてくださって、いろんな悪い心を取って、プライドや、そして苦み、憎しみ、恨み、妬みを取ってください。私たちが罪を犯すような心ではなく、善を行うような心にしてください。私たちの人生が罪を増し加える人生ではなく、善を増し加える人生に変えてください。そしてイエス様の再臨の時に、よくやった、
良いしもべだと、報いを受けるような人生、イエス様から報いを受けるような人生を送ることができますように、今アーメンと言った方々が悔い改めて、イエス様の御心、イエス様の御心を行うことができますように、イエス様お願いします。祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福して、どうぞこれからも日本のあらゆる隠された悪を暴露してください。日本の罪を暴露してください。日本の悪を暴露して、社会が良くなりますように、社会が良くなりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。また夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン。良い一日を、良い一日を。